はい、クルーブジャパンさんから発売されてます、コーティングコンディショナーですね。これを今日は使ってみたいと思います。これはですね、洗車後にですね、ボディとかについてる頑固なイボンデポジットですね、雨上がりに残った水滴が蒸発してできるような、水垢のようなものなんですけども、これをこれで消したいと思います。で、今洗車後なのでかなりボディは綺麗には見えてると思うんですけども、かなりですね、先日の台風のせいで分かりますかね、水はイオンデポジットがこびりついている状態なので、これを消していきたいと思います。使い方としては、このボトルに入ったボディコンディショナー、これをですね、濡らして固く絞ったマイクロファイバータオルに、かけます、はい、で、あとはこれで、そこをですね拭くだけということなんですけども、やっていただければ分かるんですけども、一拭き目二拭き目ぐらいでですね、イオンデポジットの方がもう消えていくのが分かります。で、結構伸びがいいので、先ほどのぐらいの量でかなり伸ばすことができます。で、こう縦横という形で拭いていきます。で、そうですね、すぐにこう白く乾いてきます。で、ここで、乾いた、マイクロファイバークロス、これで空拭きします。はい、拭き取ってみましょう。はい、もうすすっとですね、空拭きはできます。しましたらかなりですね、分かりますかね、分かりにくい、もうイオンデポジット拭いたところはですね、ほぼなくなってますね。はい、かなりですね、普段のコーティングのツヤなんかも復元しますので、コーティング車はなおもかなりいいので、コーティング前の下地作りもそうですし、普段のメンテナンスとしても大変便利かなと思います。はい、クルーズジャパンさんのコーティングコンディショナー、またよろしければ皆さんお試しください。